本日はですね、ヘルストロンで、網膜剥離、もしくは飛蚊症が改善したというね、そういった話をしたいと思いますね。まあ、私事で恐縮ですが、まあ、約一月半くらいですかね、2ヶ月ぐらい前かもしれません。目の調子がおかしいんですね。で、左目がですね、濁り、しかもこの黒い何かゴミのようなものがこの目の中に見えると。それが中で動くわけです。まあ、これは変だなということでね、まあ、前からちょっとそういう傾向あったんですが、かなりそれがはっきり出ましたので、眼科へ行きました。そうしましたら、まず黒いやつについてですね、まあ、眼底検査とかいろいろやったんですけども、これは飛蚊症ですと。ですからね、この、まあ、この目玉の中にですね、こういった、まあ、ゴミみたいなものが、まあ、あるんでしょうね。そいつが中で動くと。それが、まあ、見えるということですよね。で、もう一個ですね、白く濁った状態ですね。ピントもしっかり合わないと。白内障かなと思ったんですけども、そうじゃなくって、まあ、残念ながらもっと深刻でした。眼底検査の結果としては、この網膜剥離ですね。こういった、網膜ですね。まあ、ここに、穴が開きまして、どうも出血しているらしいということなんですね。で、このパンフレットはですね、まあ、眼科で、もらったものなんですが、まあ、こんなことが書いてありますね。放っておくと失明に至りますと書いてあります。それで、まあ、要は簡単に言いますとね、レーザーで、その穴ぼこの開いた網膜をね、焼いて、固めると。そういう治療をするということなんですね。それで、まあ、即ですね、まあ、この岐阜市にはね、私の住んでる長森に、県病院っていうのがあるんですけど、そちらの方に、まあ、紹介状を、まあ、書いてもらうと。で、まあ、早速行ってこいということなんですね。で、まあ、日頃、まあ、東洋医学の方、まあ、勉強してます。私にとってはですね、まあ、手術とかね、まあ、そういうもん嫌だなっていうことだったんですよ。で、まあ、日頃ね、勉強しておりますね、自然療法で結果を出しておられる、名古屋のね、大沼志郎先生の動画をもう一回確認をしました。毎月一回のですね、研修会でいろんなテーマの病気のね、克服事例を紹介しておられるんですけど、大沼志郎先生の YouTube の動画でね、白内障、緑内障の治療のね、会があるんですね。ぜひ、まあ、目の病気で困っておられる方おられましたら一度ご覧ください。私もなんとなく見たというかね、音だけ聞いていたんですけど、今回ちょっとね、さすがに自分の目の病気ということで、これは困ったということで、もう一回大沼先生の動画を確認しましたところ、まあ、自分なりの一つの考えがまとまりました。それはどういうことかというと、まあ、原因としてですね、まあ、老化などというね、そういうことが あるんですけど、まあ、大体、じゃあ、年取ったら全員それがなるんかって、そうじゃないってことと、若い人たちでも、こういった病気になる人がいるんですね。ですから、まず原因は何かっていうことなんですけど、まあ、大沼理論っていうのはね、簡単に言えば、あなたの血液があなたを治すという、そういう免疫療法なんですよ。ですから、この、目玉の中に穴が開いてしまったとかね、まあ、これは血管が切れたからそういうことが起きるんですけど、普通このね、毛細血管が何かのショックとかね、疲労とかそういうもので仮に切れたとしても、人間のこの血液っていうものはそれを修復する能力があるっていうんですね。だから非常に、簡単に言えばね、転んで、まあね、すりむいても何日かすればかさぶたができて、あと元へ戻りますね。そのように私たちの血液は、その遺伝子情報に基づいて正確に修復する能力があるというんですわ。で、足はすりむいても元へ戻るけど、目は治らない。そういうことがあるのかどうかという話なんです。で、問題なのは、そもそも、なんでこんなとこに、穴が開いてね、治らないのかっていう話なんですけど、このパンフレットにも書いてあるんですけど、近視や乱視といったね、もともと目にちょっと問題がある人がこういうことになるよという、そういうことが書いてあります。じゃあさっきの話でもね、老化が減少だって言うんですけど、子供でも近視や乱視の子供はいます。大人でも視力が 2.0 の人もいますね。アフリカのブッシュマンは老人でも視力が 5.0 でね、
夜中に5キロ先にそのね、ライオンが走ったとかシマウマが走ったとかいうのが分かるというその能力があるわけですよ。まあそのくらい人体の能力っていうのはね、まあある意味非常な可能性を秘めているということなんですけど、簡単に申し上げますと、まあ何らかの拍子にこの穴が開いたりゴミが入ったなど溜まったりすることはあるだろうと。だけどあなたの血液がそれを掃除したり修復したりする能力がそれが下がっているのだというのが大沼理論なんですね。で実際大沼先生のところにはね、緑内障の手術をやりました、失敗しました、見えなくなりました、どうしましょうというそういう方たちが来ておられるんですよ。別に緑内障だけでなくてね、ヘルニアの手術3回やりました、失敗しました、もう痛さ耐えられません、どうしましょうという方も来るわけです。で、そこで、まあどういう治療をしているかというと、まずそのドロドロになった血液をね、浄化するというそういう作業なんですね。まあ酵素療法、食事療法、温熱治療、オイルマッサージ、骨格の調整。この骨格の調整というのがどういうことかということなんですけど、結局目玉の隅まで、血液が回ってこない人というのはですね、大体首の骨が歪んでるんですね。で首というのは非常に重たい頭を支える、そういったあの部分ですので、首が曲がっている人っていうのは肩も曲がってます、背骨も曲がってます、もっと言いますとその土台となる、ね、骨盤が曲がっています、歪んでいるんですね。で歪んだ形で筋肉が緊張し、それで大きな動脈やリンパ管が圧迫されてますよと。そうすると十分な代謝が行われませんので、ゴミが溜まって病変組織ができるというそういう話なんですね。で実際、最近のね、毎月1回ずつ小野先生は講演会やってますんで、ここ1年ぐらいですかね、85歳のご老人が緑内障でね、まあ、片目が見えなくなっておられた状態だったんですけど、約半年ぐらいでね、まあ、見えると言ってもその明るさが戻ってきて、なんとなくあのね、人があそこに動いたなとか、そういうぼやっとした感じで視力が回復してきたっていうんですけど、ですから緑内障一回になっちゃって失明したらもう見えないのかっていうね、一応今の医学でそういう常識になってますけど、やっぱり治ったりしてる事例があるんですね。実際シロさんのところの治療院で失明が治った人たちはいます、何人もいます。ですから私も手術はやめようと、特にシロさんが言うにはね、レーザーで焼くんですよと、ね、あなたの血液であなたの網膜が修復できなかったのにここを焼くんですよと。そうするとその火傷は一体どうやって修復するんですかってことですね。ですので、まあその説明を聞いて私としてはね、まず手術をやめることを決断したわけですね。でちょうどその頃にですね、まあヘルストロンのね中古をいただくという機会があったもんで、まあ、私としてはね、まあ、日頃やっている食事療法や温熱療法やマッサージやね、そういったもので、なんとかこの歪んだ首というかね、固まった首のね血流を直して目玉になんとか血液を送ろうということでやってました。あとアロエですね、アロエを目の周りに貼ってその体毒っていうかね、その血液毛細血管の毒を吸い出すというね、そういったまあ昔ながらのね治療法もあって、それもまあ今やってるんですけど、まあ、ちょうどヘルストロンも来たもんですからやってたわけですね。でこのヘルストロンについては、まあ、最初よく分かりませんでしたので、ゴワゴワとね毎日5分ぐらい乗ってたんですけども、ちょっと鏡肌のね、白寿プラザへ質問に行ったら、あそんなちょっとではちょっと結果出ませんよということで、結局そこのね、販売員の方もねご自身のリウマチをですね若い頃、まあ、克服したと、その時は1日5時間でしたよって言われたんですね。で私も1日5時間はちょっと偉いけどってことで、まあ、大体30分ぐらいから始めまして、1ヶ月ぐらいあれから経ちますけども、1日、1時間半ですね、30分を3回ぐらいです。そんだけまあヘルストロンをやっておるわけですね。で僕は他にもいろいろ病気持ってるんで、まあそっちの方の治療のためにまあヘルストロンもね、やろうっていうふうに思ったんですけど、まあ変な話ですが、睡眠が深くなってきたなとか、食欲が出てきたなとか、食べたものがなんとなく美味しいなとか、お腹の調子いいなとか、そんな感触は正直あったんです。
ただ1週間ぐらい前からですかね、だんだんこのまず飛蚊症の黒いゴミみたいなやつがだんだん小さくなってきました。で今はよほどその注意してみないと影みたいなやつが少しちょろちょろっと動くんですけど、前のように真っ黒の紐のようなものがね目の中にあるっていう、そういう状態ではないです。ですから 100% 完璧に治ったということはまだ言い切れないんですけど、まあ、あれだけ太いこの紐のようなものがねブラブラブラ下がっていると、なんかねその枝分かれしてるような紐の黒いやつなんですけど、僕の感触ではこれはただのゴミというよりはなんか毛細血管の死んだやつがこの目玉の中をこのブラブラしてるんじゃないかなって、それが見えるんじゃないかという感じがするんですけど、わかりますね、毛細血管の死んだやつかこのね網膜の剥がれたゴミかなんかがこの辺を動いていて、一日の間でもね、まあ、あっち行ったりこっち行ったりとかなんかこういろいろ動くんですけど、その黒いやつがまずですねほぼ、まあ、9割方消えたっていう感じですね。で1週間ぐらい前からねちょっとこうあなんか違うなっていう感じがしてきたのは、まあ、左目の半分ぐらいが白く濁ってねもう本当に、霧がかかったようになっていたんですが、それがもうやっぱりこれがね8割から9割方ですかねもうクリアになってきまして、右目はクリアなんですけど、その右目にかなり近くなってきましたね。であとねまだ問題点として思うのはなんかピントがね左目がピシッと合わないんですよ。ですから僕の想像ではまだこのどっかに穴が開いたんですけど、この穴の周辺がまだきちっと修復してなくって、その目の網膜がね、網膜や毛細、血管や神経繊維がねきちっと修復されてないもんで、まだピシッとねピントが合う状態にならないのかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、正直結構早くなんか結果が出たなっていうことで驚いてはいるんですね。まあこのですねヘルストロンによっていろんな病気を克服したっていうねまあ症例集がまあ手元にあるわけですけどもね、この方はまあその何て言いますかね、30歳ぐらいの時にもうその体中がねそのまあ不調が起きて、とうとう片方の視力がなくなり、もう片方もまあ徐々に見えなくなっていくというね、まだ子供も小さいのにというそういう大変な状況をですね、まあ回復したと、まあ視力も治ったんだけど体の方も元気になってね今大変健康ですよというまあそんな話なんですよ。でその他ですね、まあその近視乱視ですね、そちらの方が回復したとか白内障が治ったとか、まあ目の病気がねまあいろいろ治ったというそういう症例がありますね。でその結局私がまあ同じことになるんですけど言いたいのは、まあ別にねヘルストロンどうしてもやりなさいとかどうとかまあそういうことではなくって、要はですね、万病が治るという概念、それがおかしいっていう、それが今のね西洋医学なんですよ。つまり病気は目は眼科で治さなきゃいけないし、心臓病は心臓外科で治さなきゃいけないし、ね、お腹の調子悪いのは胃腸科で治さなきゃいけないし、ね、耳は肛門科で治さなきゃいけないし、爪は皮膚科で治さなきゃいけないしとかね。だからその1個の治療で全部が治るのはおかしいっていうのが今のね、まあ、大学病院を中心としてはこの細分化された、ね、医療の概念だと思うんですね。だから私たちは、まあ、私もそうでしたが目が悪くなったので眼科行くってことになったし、目が悪くなって内科へ行っても、まあ、内科の先生はねここは内科だから眼科へ行ってくださいってことになるわけですね。ところがまあ大沼城さんやねこのヘルストロムの、まあ、考え方もそうなんですけども、人間の体というのは目とか頭とかバラバラにね、分裂した状態で存在するわけではなくって、全部が一体としてシステムとして動いているわけですね。でそのシステムがこううまく機能するのは血液です。血液もしくはリンパっていうね、まあ、体の中に水分というのは半分以上あるんですけど、
そういったものがうまく循環し、代謝ですね、エネルギーを送り、また老廃物を出すという、その繰り返しですね、まあ、正常に機能しているのだと、そういう発想なんですね。だから目が悪くなった人は本当に目だけが悪いのかっていう問題なんですよ。悪くなった目のね、毛細血管をきちっとね、修復できない、そういうですね、詰まったこの血管やリンパの状態、もしくはドロドロのしっかり流れない血管に詰まるような血液ですね、そういった人は本当に目だけが悪いですかってことなんですね。実は私は頭も白髪で、足の爪もね、色が変わってしまったり、なくなっちゃったりというかね、まあ本当気持ち悪い話して申し訳ないんですけど、病気ってね、そこら中悪くなるんですよ。で、万病が治るという概念はないんだけど、原因不明の難病っていう言葉は使うんですよね。つまり全部悪いんだけども、もうそれは年だから仕方がありませんっていう、そういうことで最後、まあ、お茶を濁してしまってると思うんですよね。で、そうしますと今度病院ってね、10種類も薬飲んでますとかね、また手術ですとか、毎日検査ですとか、そういう生活が始まるんですけど、その、ドロドロになった血液っていうのはもう薬に反応しませんよ。ね、私はもうどの薬を飲んでも、まあ何の、なってますかね、効果もなくなったということを経験してますんで、わかるんですけど、もう本当に死んだような血液になった場合は、もう薬は効かないです。何を飲んでも効かないです。そういう世界があります。そして、問題なのは、薬は効かなくなったんだけど、どうしようかってなった時にやっぱり薬なんですね。さらに大量に、入れようということでやるんですけど、そうしますと薬というのはね、基本的にその石油化学でできてますから、作用もまあ期待できるんですけど、副作用は必ずあります。つまり人間の体の中で、解毒できない物質は入っているんですね。でそもそもその血液がドロドロになるということは、あなたの腎臓や肝臓はね、もう完全にオーバーワークしてしまっておって、自分自身の汚れた血液を浄化してね、ゴミを外で排出するという機能がもう本当に弱くなってるんですよ。で、そうなった血液の人に大量に薬を入れますとどうなるかと言いますと、残念ながら最後は内臓の機能が停止します。こういうふうにして亡くなる方をね、多臓器不全という病名をつけてね、死因がそうだってことになるんですけど、ちょっとそれはですね、臓器が不全なのか、それとも毒物をあまりに大量に中に入れたからじゃないですかというね、僕はそこはね、正直、なんか怪しいよねっていう、そういうふうに思ってね、とにかく今自分が取ってる食べ物については自然界で取れたね、副作用のないものですね、使ってるその漢方薬とか酵素などもそういうものです。副作用のないものですね、自分の血液に負担のないもの、そういうものを使ってます。ですんで、エルスロンだけで治ったのじゃないかもしれないし、自分では9割方治ったと思ってるけど、また再発するかもしれません。変な話ですけどね、再発する人の特徴というのもあるんですね。大沼志郎先生と一緒にね、統合医療学会という学会を立ち上げました。東大の厚水というね、心臓外科の先生がおられまして、この話は前もしたかもしれませんが、彼が思うにね、手術、自分の嫉妬は 100% 成功してるんだけど、3年後には半分の人間が再発したとして帰ってくるんですね。で、どうしてその手術成功してるのに、再発する人間が半分出てくるのかっていう、その追跡調査をしたんですよ。そしたら、その再発しなかった 50% の人たちは、その自分がね、病気になったその無茶な生活習慣を改めたっていうんですね。つまり出世競争に勝ち残るためにね、残業残業、休みの日も仕事仕事っていう、そういう生活はやめて、ちゃんとその自分の体を大事にしようと、ジャンクフードばっか食べるのをやめて、ジュースばっか飲むのをやめてね、健康にいいものを体に取ろうと、そういう反省をした人たちは
再発しなかったんです。じゃあ逆は何かってことですね。手術成功したらやれやれということで、まためちゃくちゃな生活習慣を始めるわけですね。これについては私も非常に思い当たる点がありまして、ちょっと調子が良くなるとすぐにまたね動き出すわけですね。ちゃんと休まなければいけないということなんですよ。それでこのヘルストロンがね、どうして効くのか効かないのかっていう話をちょっとしますけども、何度も申し上げますが、私はこの会社から何か便宜を図ってもらった覚えもないし、賄賂をもらっているとかそういうことは一切ありません。別にヘルストロンが売れようが売れまいがね、私の生活には何も変化はないんですけど、自分としてはね、もうもうあなたは治りませんよとか、ね、もう余命いくばくもないですよと、ね、まあそれなりの人生をもう十分満喫した人なら、ああそうかと、もうこれで大往生だということもできると思うんですけど、まだ若い方、ね、小さなお子さんがおられる方、ね、これで人生を終わるのはちょっとあまりにもこう、悔いが残るという方についてはですね、やっぱり近場近じゃないですけど、ね、どこの病院行ってもダメだったっていう方は、まあ私は別に何て言うんですか、白寿プラザへ行って20分間ね、椅子に座ってくるだけのことなんですから、やられたらいいかなとは思います。で、やられた時のね、まあ、体験レポートにも必ずあるんですけど、解毒反応が出ます。解毒反応とは何かと言いますと、今までね、自分の血液が、全く活動してなかったわけですね。全くというか、全く活動しなかったら死んでますから、本当にわずかな活動しかしてなかったんですけど、そういった赤血球、白血球が流れ出して動き出しますと、何が起きるかっていうと、自分の体の中にね、溜まった体毒を分解してね、それの解毒が始まるんですよ。その時に発熱します。炎症が起きます。激痛が走ります。ね、人によっては吐いたりしますし、膿がね、出てくることもあるんですね。で、これは、私はね、自分の白血球がね、自分を治そうとしている正常な反応とは思うんだけれども、非常に不快なね、一時的に苦しい出来事ですから、それをまた病気と間違える人がいるわけですね。苦しいですよけど、副反応っていうのは、まあちょっと違う言い方で、僕は解毒反応っていう、解毒っていう言葉が適切だと思うんですけど、やっぱり変なもの食べて、うわーって吐くときってやっぱ気持ち悪いじゃないですか。でも吐いたらスッキリするでしょう。まあそんなようなもんなんですよ。だから、この蘇る笑顔、皆さん笑っておられるけど、病気の時は笑えませんから、ね、治ったから笑ってるんですよ。で、この笑うところまで行くまでが大変なんですけどね、そこで諦めちゃう、もしくは解毒反応なんだけど、それを病状と間違える人がいるわけですよ、ね、インフルエンザにかかりました、熱が38度5分もあります、もうダメだって、ね、熱ってそれは避ければ楽になりますよ。だけど何のために熱上がってるんでしょうか、ね、体温が1度上がるとね、白血球の活性というのはおよそ 30% から 200% アップするって言ってるんですよ。誰が言ったかというと、アボトール先生はね、その研究、免疫学の研究の中で体温1度につき 30% という数字を出してきました。で、大沼城先生は 200% だって言うんですね。この違いどこから出たかってことなんですけど、大沼先生は画像分析ですから、実際人間、その病人の方から取ったね、血液をその場で電子顕微鏡で見てますので、あくまで見た感覚なんですけど、ちょっと 30% どころやないと、すごい活性化してるぞ、まあ、人によってちょっと差はあるんですけどね、とにかく体温が上がれば血液の活性というのは高まるわけです。で、それを熱冷ましで下げてしまうということはどういうことでしょうかというわけですね。私はね、薬、特に免疫抑制剤の使用について完全に否定しているわけではありません。なぜかというと、あまりに熱が上がりすぎたとか、あまりの苦痛というのは時としてやはりね、人間をショック死に至らせることもあるんですよ。そのくらい苦しいという症状はあるわけです。だから耐えきれないような痛みとか苦しみはやっぱりちょっと一時的にね、抑えた方がいいかなって、そうは思います。
そのくらい痛いとか苦しい世界あるんですね。だけども問題なのはある程度収まってきたらですよ。ある程度収まって、このくらいなら我慢できる、このくらいのレベルになったらちょっと薬やめて食事療法に切り替えよう、このくらいの痛みだったら自分でマッサージしたりね、ストレッチやヨガでこの固まった筋肉をねほぐそうとかね、そういうふうに思えるようになってきたら、やっぱり痛み止めの薬は徐々に手放してね、自分の免疫力を一層高めるっていう、そういったあの治療法に切り替えていってはどうでしょうか。まあ私なりのね、このヘルストロンの、まあ、なんて言いますかね、この、機能っていうんですかね、をまあ自分なりに考えたあの、まあ、分析なんですけど、高電圧の電子ですね、イオン、電気の粒みたいなもんですね、これをまあ体に浴びせるということだと思うんですけども、人体の半分以上が水でできているっていう、これはもう明らかなことですね。で、ということは人間っていうのはまあ、水分取っちゃうと半分以下ね、もっとちっちゃくなっちゃうわけで、なくなっちゃう、ね、半分以下になっちゃうんですけど、だから私たちはほとんど水でできているっていうかね、そういう考え方をしていいと思います。それで問題なのはこの水分が汚れて酸化してきますと、その機能が非常に落ちてきて、いわゆる病気という症状が出てくるということなんですけど、これは小沼城さんの研究によるとね、体液の pH が 7.2 以下ですね、7.2 以下になりますと、ほぼ神経伝達が止まってしまうと言われてますね。これが血液がドロドロになって、流れない。そのためには神経の伝達も行われない。当然、その自律神経がね、私たちの心臓のね、鼓動やら呼吸やら、ね、食欲やら排泄やら全てをコントロールしてるわけですから、体液がね、7.2 以下ですね。そうなった人たちっていうのは、もうそこら中に不調が出てきて当然ですね。で、これを弱アルカリですね、7.45 ぐらいまで持っていければベストっていうふうに聞いてますけど、そのくらいになりますと血液がサラサラになって余計流れるようになりますね。そういうふうになってくるとですね、これは実際画像分析している人が言うんですが、僕は間違いないと思って毎回ね、動画見てますけど、血液がきちっと流れるようになってくると、みんな明るくなってくるって言うんですよ。ね。だから、性格が暗いからあなたは病気なんだよとかね、そういうことよく言われるんですけど、病気が治るとみんな明るくなってきますよって。苦しそうにしていたね、顔から笑顔が出てくるんだっていうふうに大沼先生も言ってるんです。だから、身近に病気の人がいてね、あいつは暗いやつだな、嫌やな、病人の近く行くと、なんか薬病が見えるみたいだって思われるかもしれないけど、それは病気が苦しいからそうなっているだけで、本当はみんな、明るいいい人たちなんですよ。だから私は病気治ってほしいと思ってね、こういうことを言ってるし、自分自身も病気治そうと思ってね、これでもかっていろんなことに今、チャレンジをしているわけですね。それでまた水分の話戻りますけど、水分の pH が極度に酸化しているわけですが、病気の人はね、これですが、水分っていうのは H2O、ね、これが体の中でね、イオンに私は分かれていると思うんだけど、この水素イオンに対して私はこのヘルストロンの電子が反応していると思う。これは私の勝手な意見ね、あんた科学の専門家なのとか、ちゃんとそれを実証してって言われたら、まあ、あくまで意見としてって言いますけど、この水素イオンが不活性になっておるものを、この電子のね、高圧の電子の粒で活性を与えるわけです。そうすると血液の流れが回復してきまして、神経伝達というのは白血球が行っていますから、白血球の動きが活性化してこれば、今度ですね、ガンガンにこの固まってしまったこの交感神経、がですね、緩んで副交感神経に切り替わってくるわけですよ。そうすると、体中のこの筋肉の緊張が緩んできて、骨格の歪みもなくなり、大きなね、血管や神経の圧迫もなくなって、全体に血が巡ってくると。そうなると、解毒反応が始まって、いろいろな部分のね、回復が行われてくるというのが、私の、考えです。簡単に言いますとね、そういうことです。結局その人間ってね、食べたものでできているって言われてるんですけど、
ですからデタラメな食べ物を食べたら体は悪くなると思うし、もう一個はですね、細胞一個ずつでできているわけだから、その細胞一個ずつがちゃんと元気で健全かっていうね、そういう考え方も大事だと思いますね。でもう少し言うとね、このヘルストロンっていうのは面白い科学だと思うんだけども、細胞一個ずつってじゃあなんでできてるかってことなんですよ。でさっきも言ったように半分以上は水分です。で、もう一個はね、まあ物質っていうのはね、最小単位が原子とか分子とか言われてるんですけど、まあじゃあ原子としましょう。ね、最小単位原子として、人間の体はね、ほとんど脂質とタンパク質がほとんどだって言うんですけど、これらの元はほとんど炭素ですよ。元素記号をね、分子式とかね、そういうのを見てみると、化学式を見てみると、ね、ほとんど炭素でしょう。だからほとんど炭素の原子と、あと水分で私たち人間ができていて、まあそこに少しね、カルシウムやらマグネシウムやらね、ナトリウムやらいうのは、まあ、ちょっと入っているんですけど、微量元素はね、あるんですけど、そういったですね、原子、まあ炄素原子は僕はイオンになってないと思うけど、その、水ですね。水の部分が特に、まあ、体の中でイオンに分かれていて、自由電子が動いてはいると思うんですけど、そのパワーが弱ってしまっている状態。それをこの電子の粒でね、補うというふうに考えますと、これはこれで治療として、その根拠があるなというふうに思ってます。まあね。私の説明がね、何言ってるかよくわからんという方は、まあ、それはそれでいいんで、要は私はですね、飛蚊症とか、白内障とか、緑内障とか、ね、網膜剥離とか、手術しなくても治った人がいますよと。それはいろんなやり方で治ってるんですけど、その中でもこのヘルストロンという方法で、今現在私がね、100% ではないけどかなり治ったという、これはまあ事実ですから、知ってほしいし、私自身も認めなければならなくなりました。正直こういう本を見てね、多分かなり信憑性は高いなと思ったんだけど、やっぱりそれが自分の体に起きますとね、それはもう紛れもない真実ですから、認めざるを得ないわけですね。まあですからね、あくまで私はこういう情報を発信しました。ね、それを受け取り、ご自身のね、判断にどのように活用されるかは、皆様のね、お考えですから、そこに対してはね、強制は一切私はする権限はないし、するつもりもありません。ただ、まあ、私自身もね、この本とかね、ヘルストロン紹介して、じゃああんた病気治ったのかっていう話なんですけど、1ヶ月半ぐらいですかね、だいたい今1時間半です。1日30分を3回やってます。それで、まあ結果が出てきたということをまあお伝えしましたですね。はい、本日はまあね、飛蚊症だから網膜剥離ですねに改善が見られたという話でした。以上でございます。